プリンスカール・フォーランド島、または、フォーランデットは、時折、英国風に、プリンス・チャールズ・フォーランドとも表記され、ノルウェー、スバール・パル諸島の北極多島海にある、スピッツベルゲン島、オスカー・ニセイランドの西岸沖に浮かぶ島である。島全体とその周辺の海域は、フォーランデット国立公園を構成している。スバール・パル諸島におけるプリンス・カール・フォーランド島の、一島は、 オランダの探検家、ミレム・バレンツによって1596年に最初に発見された。1610年には、イギリスの探検家、ジョナス・プールが島を、ブラック・ポイント島と名付けた。1612年まで、イギリスの本営者たちは、ジェームズ王の息子チャールズにちなんで、プリンス・チャールズ・フォーランドと呼んだ。オランダ人は、1612年に高い丘に登り、落ちて、 首を折った商人にちなんで、カイン島と呼んだ。イギリス人は一時的に、捕鯨基地を島の北端に置き、そこは、フェアフォーランドと呼ばれていた。ありがとうございます。